岡ディープな街歩き、今日は大牟田に来ています。大牟田はね、福岡県の南端にあって三井、三池炭鉱で栄えた町ですね。戦災を受けましたが、戦後にね形成された昭和の街並みがまだ残る、そんな街ですよ。そしてこれ三井化学工業でしたっけ、これ当時のまま、すごいね。三井化学大牟田工場、この建物ね、昭和13年1938年に建てられ、これ今も現役？現役よ、すごいね現役ってのが。うん、行ってみよう。当時ね、東洋一の高さを誇る大牟田のシンボルでした。高さがね、47メートル、当時鉄筋コンクリート7階建てはこれ目立ったね、多分街中他何もそげん高いもんなかったっちゃろうね。すごーい、あ、煙突がある。これドイツの化学工場を視察して、そしてこれ建てられたそうですよ。すごいねこれ。すごいですね。ね。あ、ここに書いてある。ここに書いてある。煙突焦げにバーッとあった。もうないやん。これもともと何？線、あの線量の工場だったの？そう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 。会社名がこれ。ああ。そっから変わったったいね。おお。てか昭和13年やろ、誰も生まれてないやん。煙突もくもくよ、行こう。ほら、窓は窓変えたのかな、多分そこら辺まで変えた。ねえ、これさ、ドア出たら死ぬやん。あれ何のためのドアやろ。昔あったやないか、階段かなんかあったやん。多分ここなんかあったやん、消すところがなんか全部、うん、ラーですね。ああ、隣接してなんかあったってこと。古いのいっぱいある。この建物も古いね。これなんやろ。すごい、これこの看板も多分昔のままじゃない。あれやろ、私もさっき思った。なんか中にあれが書いてあるけど、未練とかいな。案内板があるのに。あ、これすごいね、これ古い。工場の中は撮影ができない。ここまでか。三池港まであったんです。こっから？これを三井化学が買い取って、硝煙を運んでたらしくて。硝煙を？原料を北九からその、運んでて。
でも原料の生産をやめたから、うん、トラックの運送になるんで、うん、こうなんか鉄道運輸がなくなるから。で去年これもう廃線に5月です、ね、そうですよ、去年の5月、あれ古いね、古いこのレンガも、うん、すごくない？こうすごいね、なんか後じゃない？多分。何の後やろ。ねえ、これ何の後かな。こっちも。こっちも残っとる。なんかの柱。柱かな。本当意外に車が通るっちゃうね。ここね、交通量めっちゃ多い。あそこもなんかすごかった。柱。ここね。何になっとるのこれ。ない何もなかったね。何もない。これ古いね。これも古い。すごいね、年季物やん。すごいね。うん。これいつ作られたの？できたのは江戸時代からやん、ここ江戸時代からで1997年に閉山やね、遅かったっちゃんね。てかすごいね、一番遅いじゃない、平成の途中までね。そうやもんね、はい、そして宮浦石炭記念公園にやってきました。すごいね、当時の道具が残ってますね。あ、ここから入り寄ったの？これ塞いでやれてんの？こっから行き寄ったってこと？わあ、すごいね、工具車。あ、この工具地から石炭を採掘するための道具を運んでいたそうです。宮浦港は明治20年1887年に開港。これ、閉港が昭和43年1968年か。52年前。すごいな、81年間で4000万トンだって。わあ、すごいね、これ。あ、もらっていっとこう。今日はさ、風が強い。これ、
救急車って書いてあるよ、うん、特定車。あ、そっから入るんだ。負傷者、うん、普通車、普通車、うん、あ、ほんとだ。そしてここから工具地に入っていってたわけですね。こっちからちょっと降りてみようか。これ意外に簡単なんやね、これ作りが。こんなによく故障とかせんかったとかいな。こんなですかね、これ電気、ね、電気ですよね。電気ですよね。あ、引っ張るんだ。へぇ、巻き上げがありますね。あ、ワイヤーロープって感じです。こっちから降りれるよ。これ降りれる。ただ下からだと取りにくいね。うん、でこれは何の煙突？これ何のための煙突ですか？あ、あそこに書いてある。下から通るか。いや、あそこもなんか穴がある。あ、本当にね。あれ、いけるじゃない？いけんか。あれ、鉱物やろ。これ、有形文化財ですね。煙突。あれを引っ張るための。この煙突の煙突、排気が。え、これ巻上機の石炭を燃やす煙突。うん、へえ、すごいねこれ。これが電流源。これがね、馬力がいるじゃね、やっぱり。燃やしたら蒸気が発生する。うん。あそこにさ、奥に小口が見えるよ。来てほら、あの辺なんかすごいよね。あ、閉められとうとこもあるけど、わかるかな。大口が残ってますよ。この辺り多分歩けばもしかしたらいろんな遺構があの辺とかね、普通にね、うん、あると思う。こうやったら取れる。よし。だってな、長すぎるじゃん。下から、その下に。うん。ハリオの電波塔。ハリオのさ、あん中入れろうが、あん中行きたいね。そこ入れる。これ、慰霊碑やん。あ、ほんとだ。中国人の慰霊碑。中国のね、方たち。これ慰霊碑新しいね、まだ。ね。でもさ、みんな若いね。
ここ実際に使っとったちゃろ、ね、すごいね。石炭の層に沿って坑道を掘るとき、ダイナマイトで砕いた石灰をかき寄せコンベヤーに積み込む機械ね。すごいね。ここに立て坑跡わからんね。締めみたいにあんな風に残っとらんけんね。うん、これしかもね、地図でしか、うん、ここに第一立て坑があったらしい。もうこんな風に残ってないとね、ちょっと分かりにくいね。